両チームの選手がピッチに入ってきました。新里から中央、長いボール、ここは南がボールを取るか。再び長崎ボールです。名倉インナーラップかけた、マイクマクロス入れてくる、おーっとゴール入りました。同点に追いつきました。長崎1対1、前半23分です。最後大外でルアン選手だと思うんですけど、はい、はい、ここは名倉選手かな、から内側を追い越したマイクマ選手から、あえてこれも中人数いたんでふんわりとした高いボールですよね。まあ、山形の選手たちはハンドじゃないかっていう風なアピールを今してますが、まあ今ルアン選手の左腕はちょっと気になりますけど、ここはちょっと今背中側からなので見えなかった。カイオセザールが収めた、右サイドマイクマです。さあカイオセザールヒールでシュート、ルアン。これカイオ選手好きなこう飛び出し方ですよね。澤田から秋野、カイオセザールに寄せていく、国分かわしました、カイオセザール決まった、長崎逆転。カイオセザール弾丸シュート、今シーズン2ゴール目です。2対1。この、ね、横パスね、カイオセザール選手に国分選手来てたんですよ、はい、でそれをうまく感じながら、あ、若干もうキーパーの手から逃げていくような少しカーブがかかったこの振り、はい、膝下の振りですよね、うん、これは取れないですよ、はい、ビクトル選手からしたら最初の蹴り出しのタイミングは、さあカイオセザルだ、ヒールでシュート、エジガルジュニオ、今シーズン4点目、長崎3対1。フクサードでのここ縦パス、はい、まあカイオセザル選手がやはり得意の、ね、右サイドにちょっと流れていく中で、はい、こう先ほども見せたような、はい、で澤田、最後がエジガルジュニオ、このコンビネーションは、ね、見事でしたね、はい、残して落として決めるだけっていうね、はい、こちらも技ありゴールでした。